はい、どうも、こみです。さて、本日はこちら、つむぎ組さんから動画をお届けしたいというふうに思います。ですね、本日のテーマは、スーパーネクロマンサーなんですけども、まあ、私の動画結構見てくれてる、特にタウンホール12の方は、お、またかと思ったかもしれないんですけど、いやね、やっぱね、つむぎさんの、メンバーのね、スパネクが進化してるんですね。もう、日々進化するんで、今回のスパネクも、また今までと少しね、味が違ったものになってると思うんで、ぜひですね、さらに強くスパネクを使いたい方は必見だと思いますんで、ご覧ください。で、私のチャンネルちょっとね、本題に入る前に簡単に説明をさせてもらいますと、クラン対戦の解説をやっております。対戦にやっぱ出てですね、前回取れるかどうかってこのゲームやっていく上での大きなモチベーションにもなると思うので、そこにこう悩みを持っている方とかのね、ヒントになる動画でやっていきたいというふうに思ってますんで、ぜひいいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。というところで、お待たせしました。本題行きましょう。ジャンプです。ジャンプ。今日のテーマはジャンプ。これに、注目してもらいたいというふうに思うんですけども、ジャンプってあ、漫画の方じゃないですよ。わかって。滑りましたね。ちょっと今のは忘れましょう。もう一回ちゃんとね、引き出していきましょう。ジャンプです。はい。で、ですね、このジャンプの呪文が何かっていうと、まあ、3枚持ってってますよね。そんな持ってくの、おい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 、回伝伝さんっていうふうに思うじゃないですか。でも、これがね、すんごいやっぱね、重要だし、いい仕事するんですね。それっていうのは、まあ、この動画を最後までこう、見つけてもらうと、あ、そういうことかっていうふうに思ってもらえると思うんですけど、まずはシンプルに、ここ、ライトニングで破壊して、その破壊箇所から壁際にかけて、ボディヒーでカットする。これはもう、スパネクする上でのもう、鉄板の形ですね。あらゆるスパネクがもう、これで入ると言っても過言ではないと思うんですけども、ここです。ジャンプ打つんですね、ここに。まあ、パッと見て、僕だったらですよ、この辺、スーパーネクロマンサーをこういう風に歩かせれないかなと思って、この辺をこう、キングでね、そう、カットするじゃないですか。カットして、この隙間から入れようとしちゃうんですよ、どうしてもね。でも、じゃなくって、しっかり中に入れてくるんですよね、早めに。早めにもう中に入れちゃって、中で暴れろってことなんですね、これね。で、レイジかけて、トームかけてっていうタイミングも非常にうまい。これは、アーチャークイーンの体力を回復させるためのトームと思っていいんじゃないかなと思いますね。ちょっとまあ話が余談としてずれちゃうかもしれないですけども、スパネク使うときにタウンホールが爆発するからといってトームを使う必要はあんまないですね。中に入るビッグボーイと呼ばれるこの、巨大スケルトンと、あと、まあスパネク本体、アーチャークイーン、こいつらは、タウンホールの爆破ダメージ1000ぐらいじゃ、まあ別にビクともしないわけですよ。なので、体力が削られていて、ちょっとこのままダメージ受け続けるとやばいなと思ったときにトームを使って、回復する時間稼ぎのトームっていう風に割り切った方がいいですね。で、話がちょっと、取れましたけども、こんな感じ。ここの壁をジャンプで越えるわけですよ。でもね、これをやっぱやることによって事故が起きない上に、しっかりとネクロマンサーが今分かったかな、束になってね、中央に向かっていくんです。今もこれ束になってるんじゃないですか、こういう風に。ばらけてないんですよね、あんまり。で、ばらけないからこそ、スパネクってやられないんですよ。ばらけても、火力が低ければ当然突破できますよ。でも、序盤にばらけちゃったらもう当然ながら中盤の、村のど真ん中に入った瞬間に集中火力でやられちゃうわけなんですよね。そうならないようにきっちりと、束にして動かせる。ために、動かしていくために、今回ですね、回転伝さんきっちりこの入り口のところにジャンプ打っていくんですね。これね、なかなかできない気がする。僕だったらスーパーボールブレーカーで3枚開けちゃうとか、酸素を開けるとかいうことをしちゃうんですけども、タウンホール12においてスパネクっていうのは、前にも言いましたけども、もうタウンホール14レベルのスパネクが使えるわけなんですよ。つまり2個上のタウンホールレベルのスパネクが使えるっていうことを考えると、まあ、相当な火力、体力のアドバンテージなわけですよね。ってことは、よっぽど大きな事故しなきゃミ、ミスはないわけなので、事故をなるべく減らすプランニングっていうのが求められるというところでいくと、初手ジャンプっていうのは、もうユニットがばらけずしっかり中に入る。もうそれだけのために、もうジャンプ2枠使うっていう、この価値があるっていうことを、このアタックがすごいもう証明してくれると思うんですね。もうそれぐらい、ジャンプ3枚だけども、序盤に使ってるジャンプのその輝きっていうのがね、見れるアタックなのかなというふうに思いました。まあ良いですよね。本当こういう感じでできたらなっていう、風な、まさにお手本的なアタックだったと思うんですが、2つ目ですね。ビッグボスさんのアタック見てみましょう。これですね。スーパーウォールブレーカー持っていってます。こういう場合にはスーパーウォールブレーカーのがいいよっていう話ですね。今回は、ね、ライトニングを使って、やっぱりこれ、タウンホール12の、防衛の中では、何せインフェルノをやっぱりライトニングで狙っていきたいというのがありますね。イーグルは、
体力が高すぎるんですよね。なんでライトニングで落とすには少しコスパが悪いんですけども、インフェルノだったらコスパよくライトニングで落とせるので、落としたこの部分から外周にかけてグランドウォーデンで深く削りを得て、この脇からスーパーネクロを中に入れていくと、まあ、いう感じのアタックになってくるわけですね。外周部に関しては、キング投下兵舎を使って外周を、ケアしていくと、ね。で、こうね、壁が1層の場合ですよ。こういう風に1層の場合。こういう場合には、もう、スーパーボールブレーカー使った方がいいですよね。それるリスクがあんまない場合は、こういう風にやっていきます。で、さっきの、1本目の回転電車のアタックっていうのは、あれ壁が2層になってたの分かりますかね。ああいう風に2層になっている場合っていうのは、しっかりとそこの2層内側に入っていくために、ジャンプの呪文を使った方が事故が減るということですね。で、今回、まあ、ビッグボスの場合、これジャンプの呪文1枚、先ほどのケースに比べてこう節約できているので、まあ、呪文のアドバンテージは大きいんですが、こういう風にやっぱり、ね、広い配置になっていくとちょっとね、やっぱ難しさはありますよね。そのスーパーネクロ、まず足が呪いので、ね、広い配置になってしまうと、全体をこうケアしてしっかり時間内に全開するっていう、まあ、そこに対する難易度が若干上がるかなっていうところ。あと、ばらけちゃうとさっき言ったように終わりなので、ばらけないように中盤から終盤こういう風にコントロールしていくっていうね。これがすごく難しくて、これね、ビッグボスさん上手いんですね。この壁が開いてるのを見てるんですね。なんで、スーパーネクロをこういう風に誘導していくわけですよ。わかりますかね、こういう風に一方通行で。これね、僕なら絶対ここにジャンプ打っちゃうんですけども、そうすると、こっち側に来ちゃったスーパーネクロが、やられちゃうってことなんですね。こういうふうにね、おダブルスしちゃうよということ。ドクロマークわかりますかこれ。あんまり絵心ないんで、ちょっとね、微妙かもしれないですけども、こっちのね、スーパーネクロがやられちゃうということが起こり得るので、ちゃんと、パパにして動かすために、こういうルートを描いていって、その通りにスーパーネクロがこうね、歩いてくれる。で、終着地点に向かっていくに従って、残ってる防衛とかね、それ以上からなくなっているので、時間切れもしっかりケアできて、2分30秒の全感激というところでしたね。なんで壁が1層の場合にはこういう風に、スーパーボールブレーカーを使って、で、そこからなるべくこう広げないように、ですね、束にして動かしていくルートっていうのを作っていく。まあ、これが一般的なオーソドックスな形なんですけども、やっぱりですね、広がってしまうと2層壁がある、ごめんなさい、2層壁がある場合には、ケアする必要があるっていうのは、これタウンホール13でもやっぱ変わんないんですね。こういう配置。これね、さっきと似てると思うんですよね。こっから入ってくるんですよ、こっから。で、ライトニング打って、クエイク打って、で、グランドオーデンのオデヒーで、この外周までしっかりカットを投げていってからの脇からのパネクっていう形なんですけども、ここをね、ジャンプで乗り越えるんですね。で、いや、これはね、すげえなと思った。ちょっとね、ぜひ見てほしいんですけども、スパネク使う人ね、このパターンできたら、ちょっとかっこいいかもしれない。これね、僕真似したいなと思っちゃいましたね。ぜひ見てほしいんですけども、いや、これすごいね。まずね、この区画を全部空にするっていうところが肝なんですよ。そこを覚えておいてください。で、ここをスーパーボールブレーカーで開けるんですね、ここを。で、じゃあどういう風に開けていくのかっていうところちょっとね、詳しく見ていくんですが、まあその前に逆方向ですね、しっかりこれキングでここを壊していって、ジャンプを使ってタウンホール側にこう、ユニットをしっかり誘導していくわけですね。これ逸れる心配ないと。で、この区画っていうのはきっちり今これで皿になりましたね。そうすると、スーパーボールブレイカーをジャンプに乗せて、この奥を砕いていくわけなんですね。これがおしゃれと思って、本当に。まあ、めっちゃおしゃれだなと思いましたよね。で、しっかりタウンホールを壊して、相手の援軍を、ケアして、で、火力をしっかりと、ビッグボディ取った後に、後ろからこのスーパーボールブレイカーおしゃれこれおしゃれ超おしゃれよね。いや、こんな感じで、中心部分に入っていく。で、さらに、ジャンプの呪文をその奥側に打つことによって、外周側、こっち側は、キングですね。あと、多分、ロイちゃんを入れるのかな。ロイヤルチャンピオンもこっちに確か。で、右側に関しては、この部分っていうのを、しっかりですね、スーパーネクロマンサーで、スーパーウィッチで、ケアしていくっていう、まあ、こんなようなプランニングになっているわけですね。いや、かっけえな、こういうのやってみてえなってマジ思っちゃいますよね。本当に。ビッグボーイがしっかり盾になっていて、今、クイーンもここでクローク発動と、後ろからヒーラーがついているので、まあ、若干ね、クイーンの体力が危ないっちゃ危ないんですけども、まあ、ギリギリ仕事をなんとかまだ継続できてるって感じですね。もう勝ちですね、こうなったらね。このパターンも勝ちのパターンです。で、一つ見逃しちゃいけないのが、ここ。この部分ですね、ここ、壁相手ですね、隙間がここね。隙
隙間が空いてるんですよ。なんで、スーパーネクロンがこっちがこう出ることができるんですね。これもすごく重要。カンクラのですね、主任さんもスパネク使うんですが、いつも主任さん、裏からスーパーボールブレーカーこう当てるように持ってくるんですね。でも今回みたいな、相手の配置見てみると、ここに隙間がある場合には、ジャンプの呪文を使って、奥にいたスーパーボール、スーパーネクロマンサーがこの隙間通って、まあ、外に出れると。この形ですよね。これをちゃんと見ているかどうか。これ見とかないと、時間切れということが起こってしまって、せっかくね、前回のルートが作れてるにもかかわらず涙を飲むことになっちゃうんで、ぜひそこはね、気をつけてもらえたらなというふうに思っています。で、ですね、もう一個見てもらいたいのが、失敗パターンですね。どんな風な失敗があるのかなっていうところを見てもらいたいんですが、ごめんなさい。ちょっとね、パパさん、2本目のこの、前回アタックでもなくて、この1本目の失敗の方もちょっと上げさせてもらって、本当ね、申し訳ないんですが、失敗パターンちょっと見てみましょう。これね、よく起こり得るんですね。これはターンホール12、13、14、どれを取っても同じなんですけども、気をつけてもらいたい失敗パターンです。まさにこれ。本当ね、僕もね、スパネク使った時何度もこれやっちゃってるんで、お気をつけいただければなと思うんですが、簡単に言うと、ビッグボーイとスパネクってやっぱペアで動かさないと、良くないなって話なんですね。ウェイクプラスライトニングでしっかりこれインフェルノを追っていく。ここはもうセオリー通りですね。きっちりやっていらっしゃいます。で、ネクロマンサーを、このスーパーネクロマンサーをグランドボディの脇からですね、出して、アンフォル方面に進めていく。逆側は、キングと投下弊社を使ってカットしていくという感じですね。まあ、つまり、ここから、スーパーネクロマンサーを中心部に流し込んでいくというプランになっていくわけなんですけども、今回はこの壁の隙間ですね。狙って入れていってますね。ここもね、ジャンプを使うことによって、この、なんだ、ここね、タンホールですね。タンホールの、ところにダイレクトにこう入っていくようにしてます。これね、逆方向にこういう風に回り込ませちゃうと、やっぱね、そこにからこう出ていっちゃうスーパーネクロマンサーが出てくるわけですよ。ね、そうなんないように、ネクロ本体がきっちりと、この最短距離で中心部に入っていくように、このルートをカットするんですね。そのために、この2層ある壁の、2層分にしっかりジャンプをかけてる。で、これによってスーパーネクロがしっかりこう中心に入ってるの分かりますかね。入ってるの分かりますよね。でも、ビッグボーイが2体横それちゃってるんですよ、こういう風に。3体か。で、こうなってくると、スーパーネクロってビッグボーイがやられない限り、次のビッグボーイを生まないんですよね。で、縦になるビッグボーイがいないもんだから、クロスボウ、グラウンドオーデンゾー、あと、アーチャークイーンのダメージを、ネクロが集中砲火を受けて、あんだけヒットポイントが高いネクロが3体ともここでやられちゃいました。ね。これ痛いっすよね。あ、こうなるんだっていうのがマジでよくわかる。一瞬多分ね、こっち側の、裏側のキング投下者のカットが遅かったのが、まあ、要因ちゃ要因なんですよね。ここに残っていた施設にビッグボーイがこう釣られちゃったんで、それが、まあ、敗因ではあったんですが、かなり微妙な線ですよね。なんですけども、まあ、そういうところで、そもそも遠距離攻撃ユニットで誘導が難しいスーパーネクロマンサーなんですが、さらにビッグボーイと分かれてしまうことによって、外周に回ったビッグボーイがなかなか火力が低いからダメージ受けずにやられないと、中心にいるスーパーネクロが次のビッグボーイを埋めないということで、もろにダメージ食らっちゃって全滅するっていうこのパターンですね。起こり得る本当によくあるパターンだと思うので、気をつけてもらいたいと思うし、ぜひですね、今回のこの、キャリーパップさんのアタックっていうのも、まあ、そういった意味で参考にしてもらえたらというふうに思います。キャリーパップさんごめんなさい。本当ね、前回アタックを紹介したかったんですが、今回、こちらの方を使わせてもらってご容赦いただければと思いますが、というところですね、本日の動画を終わりにしてというふうに思います。いかがでしたでしょうか？これ参考になったなというふうに思いましたら、ぜひね、グッドボタン、チャンネル登録やってもらえたらすごく嬉しいです。励みになります。また、私のチャンネルなんですけども、タンホール12から14まで幅広くですね、扱っておりますので、こういうクラン対戦系の解説動画、ご興味ある方はぜひ、今後もご視聴いただけたら嬉しいなというふうに思います。では、本日この辺で終わりにしたいというふうに思います。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。